最近朝から磯日踊りさんが大声で騒いでいるので、また遊びに来るかもと思って小鳥の餌を置いていたら、スズメさんが来ました。タイムラプス撮影に使ってるカメラで撮ってみたのですが、映っているところを探すのが面倒です。そういえば小鳥監視用にアトムキャム2を買ったのを忘れてました。アトムキャム2、音声がうまく取れたり取れなかったりしますね。音声合成はボイスボックス、めいめいひまりが担当しました。